はい。どうも、サトチュンチャンネルでございます。えー、今回はですね、ちょっと久々に、ね、ちょっとこのガジェット界隈のニュース、少し賑わせましたが、あの、格安 s i ムのね、o c るモバイルワンが新しいオプションを登場させたということでね、ちょっとニュースになりました。ね、そのあたりをですね、えー、解説していきたいと思うんですが、うーん、微妙。<laughs> 先に言うとね、これ微妙ですね。えー、何かと言いますと、 えー、OCN 電話完全かけ放題オプションということで、えー、これまではあ通話時間5分か、あトップ3かな、えー。3人かけ放題。もしくは3人かけ放題プラス5分というプランしかなかったんですよね。その3つで1300円だったかな。うん。850円ずつだったんだけど、2つセットにするとそれぐらいの金額でやってたんですけども、まあ、今回はですね、まあ、完全かけ放題オプションということで、 月額ですね、えっ、ー、と、1300円になります。このオプションだけでね。うん、で、今、キャンペーンをやってまして、これが300円引きになりまして、まあ、月額1000円で利用できるよというものになっております。なので、まあ、1ギガコースだったら、合計で1980円でかけ放題がついてくると、えー、いうふうになっております。で、さらに、まあ、スマホとね、まあ、同時申し込みすれば2000円割引になりますよということです。 が、まあ、皆さん多分ね、わ、ま、ざわざ僕がこんな動画を作らなくてもさ、やっぱりちょっともやもやしてますよね。はい。その通りでございます。そんな得ではもうないんですよ、今ね。前だったらなんか、うおー、すごいってなるんだけど、今となっては、あもう少なくともほら、楽天モバイルがね、もう基本的に電話かけ放題じゃないですか。なおかつ、1GB までだったら無料ですよ。 あの通信料含めて、SMS とね、1ギガまでのデータ通信と、通話料無料、0円ですよ、楽天モバイル。もう完敗でしょ一方ですね、えー、o c n モバイル1、1ギガコース、まあ、1ギガの後でも使えるってメリットはあるんだけど、1980円ですよ。ね、これ、楽天モバイルに払ったらですね、えー、と3ギガまで使えるんですよ。3ギガまで使えて、同じ1980円。 ってことを考えたらしかも、あの、最初の 1, 1年だけだからね。えっ、ー、と、それ以降はあ、1300円、300円上がっちゃうんだからね。そう思うと、ちょっと微妙だよねっていうところでね。えー、思った次第です。結論から言うとですね、うん、あのこのオプションを使うんだったら、あ他社に移った方がいいかなっていうところ。もしくは、まあ、端末のセットあるべきね。 あのこれはお得になります。まあ、今ね、あのちょうどセールやってるんですけども、まあ、ちょっとリンク貼っておきますよ。えー、ただいまですね、えー、と人気スマホセールってやっててですね、このね、レゾミノート 9S が1円ですよ。1円。こういう買い方だったらいいよね。まあ、1円で買ってさ、まあ、音声かけ放題オプションちょっとどうかなと思うけど、普通にまあ1ギガプランであれば月額1180円で、まあ、スマホが持てるわけですよ。 で、まあ、高速データ通信が1ギガだけど、あとは使い切っても 200kbps で使えるんで、それはお得かと思います。スマホを安く運用したいというんであれば、あまあ、最近はほら、20ギガがね、1980円とか2980円とかって値になってるけど、まあ、少ないデータ量で、えっ、ー、と、月額料金が安く、なおかつ、端末代も安く買えるってことを考えると、まあ、 教えるモバイルワンって割とね最適解の一つであることは間違いないただねかけ放題オプションはいらんだろほら <laughs> ちょっと我慢してもらってねどうしてもね電話したいんだったら、まあ、楽天を使うかというかそもそもですね電話を使いますか皆さんね使わないよねえー、まあ大体ほとんど LINE 電話でさ長電話するんだったらもう LINE 電話で済む話でしょ あえてこんなことをさ、今さら、そのメリットと思うのが、ちょっと、ちょっとなんだかなーって感じですね。はい。ただですね、ここから先の未来ですよ。あの、特に今、ほら、キャリアの通信量が、ね、各社、ね、安くなってる。ドコモはアハモを作る。ね、えっ、ー、と、au は、えー、とポポを出した。ソフトバンクは、ソフトバンクオンライン、ね、出して、この各社、キャリア、 値段がぐっと安くなってきた。楽天モバイルもぐっと安くなってきた。ねでですね、実は格安シムもこの後、下がります。はいというのはですね、その MVN をね、うん、例えばどこもソフトバンク、au からね回線を借りてますが、その原価もこう、確かこの3月からだったっけ安くなんですよね。なので、えー、と格安シムの価格設定もまあこれから下がっていくであろうというのがちょっとまあ、 こうね、一般的な見方ではあると思うんですけれども、さらにですね、輪をかけて、3月から新生活が始まるわけですね。ね学生さん、ね、大学に行ったりとか、高校進学したりとか、もしくはほら新社会人ね、今年から社会人1年生ですよっていうのが、この3月から、ね、早ければスタートするわけで、そうするとですね、とスマホだったり、それからほら、 通信環境ね、固定回線とかモバイル回線とか、こういったものが新しくなってくるわけです。どうなるか。各社一斉にね、セールをかけてくるんですよ。ここに来てね、グワッつって。はい。おそらくですね、まあ、これは、あまあ、光回線も光、ポケット Wi-Fi もそうだし、マ m a x もそうだし、ね、いや、これ格安シーンも出てくるわけですよ。この春に何か目新しいものが。でですね、 OCN モバイルワン、まあ、当然今回も掛け放題オプション出しましたが、多分ね、僕はこの後他にももっと何か打って出るんじゃないのかなと期待しています。おそらくそれは今月中に、2月中に出てこないと、3月にはね、やっぱりこう各皆さんほら契約決めてくるでしょうから、あ3月にはもう発表が終わってるという。 段取りにしななきゃいけないけのでこの2月にね、何か大きな動きがあるんではないかなと思います。まさかですね、このかけ放題オプションだったらもうこれじゃない感になっちゃうんでね、はい、えー、もしですね、お教えモバイルワンの皆さん、まあ多分何かね、打つ手は用意してると思うんですけども、一般利用者の感想からすると、非常に強烈なこれじゃない感が出ておりますのでね。うん はい。まあ、そんな感じでですね、今回ちょっとま、厳しいことを言いましたが、これは逆にですね、あの、OCN モバイルワンには期待をしてるんですよ。はい。まあ、実際ね、うちもね、2回戦、あの、使ってます。<laughs> 2回戦あるんですよ、実は。2回戦契約してて、まあ、スマホもね、いつもここで買ってますし、非常にま、お得でスマホをゲットできるんで、まあ、OCN モバイルワンとは切っても切れない円になっていると、えー、いうことでございます。 またね今年もね何回戦か契約しようと計画をしてますので是非、うん、ですねまた何かね次の一手を打っていただければと思っております。はい はい。まあ、こんな感じですかね。え、うちの感じ、うちのチャンネルではね、一応ね、ガジェットゲームやるんだよ。ね、最近方向性を見失った YouTuber とか言わないで、まあ、こういう情報もね、発信していきたいと思いますので、ね、お得情報とかね、どんどんやっていきたいと思いますので、よろし,よろしければ、この機会にね、チャンネル登録していただければと思います。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画で、お会いしましょう。